夏美、俺と結婚してください。結婚が決まって一番に知らせたかった人は、キヨさん、お孫さん、秋に結婚式あげる予定だから。ばあちゃん行かれないよ。足を怪我して施設で暮らす祖母。バージンロードは新婦が生まれた日から今日までの道のりを意味しているそうですよ。ばあちゃんと歩きたいの。どうしてばあちゃんなの。夏美が生まれた時からずっと一緒にいてくれたのはばあちゃんでしょ。夏美が車椅子押すから。孫の願いはばあちゃんの生きがいになった。ばあちゃんとこ。いやだって今日家見に行くんじゃないの。見てきてもらってもいい。勝手なことをしないでください。叶えてあげたいって思って当然じゃないですか。はい。私が無理させたからばあちゃんごめん。ばあちゃんの気持ち考えて元気つけたいってそういうこと言ってくれる子に育ったんだなって。この道は夏美、ばあちゃんとこへいつでも帰っておいで。ああそうだよ、アカシアのばあちゃん。ばあちゃんロード。